はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。いよいよですね、ガチャから実戒の統率者メリオダスをですねゲットしたんで、いよいよ8、9、10、11、12とね、もうどんどんねやっていきますよ。そして今ならですね、メリオダスのね特大特殊能力特大が来てるんで、これはもしかしたらワンチャンあるんじゃないの。さあ行きましょうか。フレンドもねやってますよ。やはりこの土日勝負勝負ですよ。そして魔の出現率もアップしている。さあまずは慈愛の魔からいきます。レベル35。さあゲットしたねこの統率者メリオダス使っていきましょうか。これがですね、まあ特殊能力もねすごいんだけども、必殺技がね全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。そしてですね、まあ、ダブルゼータ G まで打てますよ。でスキルがね自身の技ゲージが溜まった状態でスタートということで、あれですよ、暴走カイラと同じような感じとして使える。いきなりで、だから技ゲージも溜まってるからね、いきなり打てるわけです。かっこいいよね、デカプニの技ゲージを多く貯める。そしてすかさずエルゼ、エルゼいきますよ。まだ育成中なんですけども、さあこれで、これかなり強キャラだよね。暴走カイラと同じような感じ。そして19ポイントさあ今回ですね、エイレン、エレインをですねガチャからゲットしたんで、ちょっとこちら使おうかなと思います。まずダメージチェック、ダメージダウン何も入れないときは899です。ここにこのエレインを入れることで、これがね敵からのダメージダウンがある。まあどれぐらいねダウンするかだよね。スキルもあります、 SS ランク。さあこれで結構大きくダウンするのであれば、これはねワンチャンあるよ。809ですね。まあだいたい 10% ぐらいダウンと、まだ微妙っすね。さあそれではディアンヌと一緒に使ってみましょうか。ディアンヌもですね敵からのダメージダウンがあります。こちらは中なので、もう少しねダウンする割合は高いかなと思います。一緒に使うと、さあダメージね、これ539まで下がりました。さあもう一体あるんですよ。こちらナンダ竜王がですね、スキルがですねボスからのダメージを減らす 20% ということで、この3体使ってねちょっと試してみましょうか。僕はですねゴーセルは持っていないので使えません。だからゴーセルなしで、まあ、これでどうかだよね。これでちょっと勝ちやすくなるというか、勝てれば359まで減りました。確かにねこれぐらいのダメージであればワンチャンあるかな。そうなんです、今回ねこのゼルドリスじゃないエスタロッサのねこのレベル35がさむちゃむちゃ強くて、ここをまず勝てないとね、その先はないからね。だからこの統率者メリオダスの出番がねえっていうね。なのでまずここをねスラッと勝ちたい。ただ威力が、反撃痛いな、ダメージダウンこれだけいても反撃痛いね。そしてこれ結構 HP あるんだよね、全然削れねえ。ダメです、ダメです、パーティー変えましょう。ちょっと攻撃重視でいきましょうか。光をもたらすものルシファーですね。ルシファーはね強いです。このねつながりやすくなる、さらに復活があるんで、これワンチャンあるんですよ。そしてディアンヌですね、これは入れていこう。ディアンヌのねダウン率は結構高いので、まああれば入れた方が多分いいんじゃないのか。そしてアタッカーはね大王飛車アシュラいきます。スーパーフィーバー
アシュラはね、必殺技うまくやると連発できるんで、一応ね、このパーティーでコンティニューっていうかね、お助けなしで漢方なしで一応ですね勝てます。そして暴走エンバーサボらせている間に技ゲージ貯めていきます。これで一応いけるんだけど、まあ、結構ギリギリだけどね。だからもう勝ったとこでも瀕死ですよ。そこで強敵現れたとこでみたいなのあるんですけども、まあとりあえずもう瀕死でも何でも勝たないとね次はないんでやっていきますよ。今回だからなんだかんだ言ってさ、特殊能力持ちキャラ全部いるみたいな感じになっちゃってるよね。いつからこんな厳しくなったんだ。昔はね特攻キャラさすがにね全部揃えなくても一応ね攻略できたんだけど、最近はねまあ攻略できるって言えばできるんだけど、なんだかんだ言って全部いるみたいな。さあスーパーフィーバーこれ強力なんだよね、大王飛車でデカプに作っておいて暴走円までボーナス玉使ってデカプに作って技ゲージを貯める。そして大王飛車、あちょっとフィーバータイムがちょっとミスりましたね。うまく連携させれば、あったいっちゃいました。95ポイント厳しい。おっとお助けきました。お助け込みでいきましょう。お助け込みでねゲームなんでね、多分そうだよね。運営もこれお助けありきの難易度設定だよ。ちょっと厳しいわ。さあ今ねちょうどやっぱり週末なんでみんなプニプニやってるんで、お助け入りやすいからやっぱりワンチャンあるよね。これ平日の夜とかねお助けありません。厳しいです。無理ゲーです。運営もうまいよね。ちょうどこの週末にこのガチャのねメリオダス超アップ、そして魔の出現率アップと特殊能力アップと、もうこれでもかというぐらいの来ました。だからもうここで週末ちょっと逃したら僕はやばいです。なんとかね頑張っていきたいなと思いますけども、さあまずはこの第一段階エストロスを倒さないと。いきましたね。ちょっと瀕死の状態ですけども一応倒しました。さあ出現率アップになってるけど出てくんのか、アップと言いながら出てこなくてね終わる済むパターンもあるんで油断できません。さあジャンボパフェゲット 30% かよ。来たね来たね、ケイシンのまあレアレベル8、攻撃力アップ無効です。行きましょうか。ゼルドリス、パーティーはですねこんなパーティーでいきます。メリオダスこれはゲットしてね特大来てるんでもちろん使えます。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、これうまく使って連発してやるとワンチャンありそう。技ゲージが溜まった状態でスタート。そしてもう一体ねキング持ってるんで、だからキングとメリオダスをうまくねうまく連発させていきたい。キングも強いよね。スキルがあります。技ゲージがたまる。ちょっと使いづらいんだよな。そして邪神カチカチ使いましょうか。大量プニ消し。そして薄ら影の種族効果アップ 10%。 そして復活のねルシファー、これはね非常に使いやすい。やっぱ復活一体入れておきたいよね。入れておきましょう。つながりやすくなる。そしてここ迷うんだけども弁財天ちょっと使ってみようかなと思います。全消し&3種類の妖怪プニを整理する。ちょっとここ微妙なんだよね。活躍するのか分かりませんけども、フィーバーゲージが溜まりやすい。さあこれでいきましょうか。特大ダメージ。さ種族制限がついてるんで暴走エンマは使えません。なので、まあ、ルシファーとかねこの弁財天をうまく使って
まあ、早めにフィーバーインしてそこで必殺技を連発する作戦。ただ反撃が痛いんでそんなに打てねえんだよな。さあキングとねメリオダスは貯めておく。さあフィーバーでも入りました。で邪神打つと体力に消して技ゲージ貯めれます。これで G までしっかり貯めてキングからいきます。体力に消し、そしてちょっとデカップに作っておいてメリオダス技ゲージ多く貯める。溜まってねえな。採点で国を整理します。なかなかうまくねこの連携といっても難しいぞ。さあすかさず技ゲージ貯めて2回目のフィーバータイム、ここ早めに入ります。さあしっかり貯めて G まで貯めてキング体力いくし、そしてちょっとデカプニプニが見にくいな。メリオダス、そして弁財天でプニを整理する。なかなかちょっと連携難しいな。おっ半分いきました。もう少し打ち込みたい。そしてルシファー、なかなか難しいね。もう少しうまく連携させればいけそうだ。まあそれでもなんとか半分ぐらいまで削りました。さあお助けきました。いきましょう。ちょっとねパーティー変えましょうか。変えてもあんまり意味ないかな。さあメリオダスがね特大来てるんで、特大来てるんだけどもそれでもなんか強えな。特大来てても楽勝っていう感じではないね。特大来てやっとなんか戦う気がするみたいな、それぐらいです。やばいよね。さあメリオダスからのキング、そしてもう一発いきます。復活入れて1セットで3発いけるね。さあちょっとは減ったのか。これで特大か。本当に特大になってんのか。これ特大なかったらやばいよね。でもレベル8でこれか。9、10ってどうなんだよ。さあすかさず貯めて、さあメリオダスからのキング貯める、そしてキング打って復活してルシファー。おっと倒しきれません。なかなか難しいな。でもやっぱ特大来てるんでメリオダスをうまく使うのが多分攻略の鍵なんだろうね。なかなか難しいけどね。さあお助けきました。この 10% が嬉しいよね。これでも30分で倒しきるって結構やばいよね。さあデカップに作ってメリオダス、メリオダス降ってこねえな。いきましたね。なんとかですね倒すことができました。結構ギリです。お、1000ポイントは嬉しいよね。これはちょっとこの先がちょっとやべえな。レベル9、10どうするっていうのはあるよ。さあ160ポイント、さあご褒美受け取りましょうか。極楽経験値玉ゲットです。